シン型駆逐艦。シン型駆逐艦は、ソビエト連邦海軍、ロシア海軍が運用する警備艦、大型対戦艦、大型ミサイル艦の艦級に対して付与された、NATO コードネーム。ソ連海軍での正式名は61型大型対戦艦。また改良型として 61M 型及び 61MP 型も開発され、こちらは、カシン型と称された。 ソ連海軍発の心臓ミサイル駆逐艦であるとともに、世界で初めてエンジンをすべてガスタービンとした艦級として知られており、1960年代から1970年代にかけて20隻が収益し、艦隊のワークホースとして活躍した。1974年に1隻が事故で失われ、またほとんどが1980年代末から1990年代にかけて退役したが、 2013年現在も01090型として回収された一石が運用を継続している。冷戦構造の成立当初、ソ連海軍は西側の空母機動部隊の侵入阻止を主任務として構想していた。しかし1960年前後よりアメリカ海軍をはじめとする北大西洋条約機構、NATO 諸国軍において、 水艦発射弾道ミサイル搭載原子力潜水艦 SSBN の配備が進展しつつあり、これへの対抗策が急務となった。1956年、新しい大戦、防空警備艦に関する戦術、技術規則が承認され、これに基づいて本型の開発が開始された。開発は第53中央設計局によって行われ、 技術案は1958年に承認された。これに基づき、1959年9月15日、一番艦コムソモーレツウクライヌイが寄港された。なお、同館の建造中の1961年12月30日、ソ連共産党政治局及び閣僚会議は、第1185から510議決により、 従来のソ連海軍で採択されてきた大水上大地火力投射というドクトリンを廃止、代わって対戦線を重視することを正式に決定した。また、これを受けて1966年5月19日、新艦種として大型対戦艦が創設され、本型もこちらに種別変更されている。本型の設計の最大の特徴が、 オールガスタービン推進方式の採用であり、これは外洋型の艦船としては、世界初の試みであった。4機の M8E ガスタービンエンジン、短期出力が2機ずつ、コガーグ方式で、左右両弦のスクリュープロペラ系2軸に配されている。ただし、短期種4機による構成であったことから、最も低出力の時でも18000馬力のガスタービンを運転し、しかも、 もう片方の軸機は抵抗となるなど、特に低速時の燃費に問題があった。船型としては、平ら乾板型が採用されており、また速力確保のため、58型ミサイル寿命艦、金田型と同様、船体は SH、SHL-4 高調力鋼、体力 30kGF、ミリメートル、上部構造などには、後半に、 アルミニウムマグネシウム合金を採用して軽量化を図っている。戦術、技術規則では、本型の主任務は、作戦召喚隊の一員として行動し、攻撃機、巡航ミサイルに対する防空、および対戦援護を実施することとされていた。主レーダーとしては、当初は、c バンドの対空、対水上レーダーである、MR-300、アンガラー、ナトウメイ、 ヘッドネット A が2機搭載された。また1964年以降に寄港された間では、MR-500、クリーベル、ナトーメイ、ビッグ、ネットと、MR-310、アンガラー A、ナトーメイ、ヘッドネット C を1機ずつの組み合わせに更新されている。また、ソナーとしては、捜作用の、攻撃用の MG-311、 ビチェグダを組み合わせて搭載している。なおこれは、より大型の対戦、防空艦、一等艦である1134型、クレスター I 型と同様装備であった。なおソナーに関しては、分速61メートル P 型においては、新型の MGK-335、プラーチナが搭載されており、また01090型では、後部76ミリメートル連装砲と、バーターに、 MGK-300 ルビーン可変振動ソナーを搭載している。防空艦としての主兵装となるのが M-1 ボルナ艦隊防空ミサイルシステム s a n 1ゴアである。これは元来、本型および63型原子力寿命艦68、68ビス型の派生型未成への搭載を目的に開発されていたにもかかわらず、 開発が予想以上に順調に進展したことから、本型に先駆けて58型ミサイル寿命艦、金田型に搭載されて運用が開始されていたものであ、本型では、各16発のミサイルを収容するジフ -101、連装発射機が2機、艦の前後の上部構造物上に設置された。そのミサイル射撃式装置、GMFCS としては 4R90、ヤタガンが2機搭載された。 また、近接防空用として60合計 76mm 連装広角砲が採用されたほか、後に一部の艦ではが、また 61M 型及び 61MP 型においては、AK-63030 マシュダブディスも4機、搭載されている。一方、対戦艦としての主兵装となる、対戦兵器としては、対戦ロケット砲、 ブマイナス6000とブマイナス1000及び五連装 533mm 魚雷発射艦が用いられる。ただし、後の世代の大型対戦艦では必須装備となる対戦ミサイルは搭載していなかった。上記の通り、当初規定された主任部には対水上戦が含まれていなかったこともあり、当初は艦隊艦ミサイルは備えていなかった。しかしその後、 61M 型及び 61MP 型においては P-15M、テルミート、SSN-2、スティックス、01090型においては、3M24、ウラン、SSN-25、スイッチブレードと、単射程型の艦隊艦ミサイルが4発、搭載されている。なお 61M 型及び 61MP 型においては、艦備に、 ヘリコプター乾板が設けられているが、ハンガーは設けられていない。ソ連海軍向けとしては、1959年から1973年にかけて、下記の20隻が建造され、順次に収益した。なお、建造番号が1700番台の艦は、ムイコライーブの第445造船所、750番台の艦は、レニングラードの 第190造船所で建造されている。ズデールジャンヌイは SSM やヘリコプター乾板を設置するなどの解説系を施した 61M 型として建造されており、後にストロイヌイ、スムイシュリョウヌイ、スメイルイ、オグネボーイ、スラーブヌイの5隻がこれに準じた 61MP 型として改装された。また1970年代後半、 プロボール縫いは M-1、ボルナーを撤去して、M-22、ウワーンを搭載する 61E 型として、改装された。このほか、1990年代初頭、スメトリー V は、可変振動ソナーや SSM を搭載する01090型として回収されている。なお1980年代、61M61MP 型を元にハンガーを常設するとともに、 電子機器を強化した改良型として 61ME 型が5隻建造され、インド海軍において、ラージプート級駆逐艦として収益した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。